ゼッケン海外の人たちからの評価めっちゃ高いっすよねアホなんだ俺あんまりプレイ見たことないけどなんか上手いプレイヤーみたいので毎回上がる気がするゼッケン動画見てると <laughs> いろんな動画見てんな意外とツイッターで回ってくるやつとか見るんすよね俺ね年買いもなく最近最近っていうか別に昨日一日だけだけどめちゃくちゃインスタの動画見たわ女の子が怒ってるやつですか残念ながら <laughs> マジでゴリラとかの動画ばっかりゴリラと赤ちゃんと犬とトラとカンガルゴリラってそっちのゴリラそっちのゴリラちゃんとリアルリアルリアルゴリラの方ねリアルゴリラねリアルゴリキン TV の方やねあいつらおもれいろんなゴリラがいておもれゴリラ賢いっすよねめっちゃめっちゃ賢いとゴリラの動画ばっかり見てたらクソイケメンのゴリラ出てきてびっくりしたんだけど なんか有名らしい。嫁のイの嫁の方のゴリラに聞いたら、これ日本のゴリラじゃねって言ってた。日本にいる。めちゃくちゃ目クリクリでくそイケメンのゴリラいるんだよ。なんか俺ゴリラの動画なんかゴリラがスーってなんか滑りながらケツ見せつけてくる動画。いやそれ昨日見た。それ昨日見た。いきなり奥の扉から出てくるやつでしょ。そうそうそう。インスタな。犬と女の動画しかないっすわ犬八割、女二割。 この虫眼鏡マークみたいなのを押した時に出てくる動画とか画像で趣味はい、はい、趣向わかるよなゴリラみたいにムキムキの音も出てくるこれ <laughs> もうゴリラつながりで出てくるのかなそれ分からんゴリラを見てる人がムキムキも見るんじゃないですか <laughs> そうかそのつながりで でャカさんが一回ムキムキを見るとはこの人ムキムキ見る人なんだなって判定でムキムキの動画増えてくるんですよ。で <laughs> うぜえマジで。ウイルスじゃん。だ <laughs> から俺、一時期あれっすよ、なんか女の画像ばっか出てきてキシって言われた時ああ彼女にうマ,ジで動物マジで動物ばっか一緒見てキショクソ増やしたも <laughs> おもろすぎる。<laughs> 薄めてんだ。薄めましたね。希釈をね。 はいそうですだから女の子のや動画を見たとか画像を開いたあとは犬を十何件か見てやるとまあいい感じに犬がトップに出てくる <laughs> インスタの検索窓を希釈する男ボドカ <laughs>